お母さん、かくれんぼすごく上手だから、頑張って見つからないようにしなきゃ。あまり遠くに行っちゃダメよ。はーい。あっちの方がいいかな。もういいかい。もういいよ。ゆいとはどこに隠れたのかしら。ここならきっと大丈夫。お母さんから見えてないよね。すぐに見つけちゃうわ。お母さん？あなたは重ねなのね。あ、私は。え？ある日にね、届いたの。未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ、一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って擬似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ。過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私の脳と引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと、何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには、本当にユイトが死ぬしか方法はないの。え？ええ、そうよ。ユイトが生きている限り、世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな。死ぬ。なんで？だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。え？分かった。理由は分からないけど、そうすればいいのね。お母さん、どこかに行っちゃうの？待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるって？かくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ？もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すれば、あの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。僕が大丈夫？大丈夫になったら、お母さん、あのお姉ちゃんとどこかに。そんなの、やだ！
だったらすぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト、待ちなさい。すぐにシェルターへ避難してください。急いで。君、お母さんは近くにいないの？え、あ、お母さんは。見ちゃダメだ。君も急いでシェルターへ。よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに。ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあ、こっちへ。どうした？君、大丈夫か？